丁立性は中国朝鮮族の軍歌作曲家、本名は丁オン、朝鮮全羅南道、甲州生まれ、代表作中国人民解放軍方進曲、延安省、延べ水洋はじめ生涯に360曲を作曲した。2009年に中国政府から新中国を創建した英雄100人に選出された。 妻の帝摂師は中オランダ中国大使等を務めた中国の政治家、外交官。韓国で定立性に対する関心が高まるのにこう、ハルビンに記念館できるなど中国においても定立性への注目度が高まっている。聖火の場所をめぐっては帝氏、宗地下会などで構成された定立性記念作業会が 甲州市東区フロードを163号、南区が甲州市南区用林道79号と主張、その他全羅南道は順軍とする意見もあり、関係者が鋭く対立していた。そのため、甲州市が定立性先制成果交渉委員会を立ち上げ、2009年1月に東区、南区ともに成果とすると宣言、成果問題の収集を図った。 反共を国勢とし、朝鮮戦争で戦火を交えるなど中国を呼び、北朝鮮と鋭く対立してきた韓国で、中国共産党員として、大政商要に努め、朝鮮戦争で北朝鮮を支援した定立性が称えられることはもちろん、広く紹介されることも長くなかった。そんな定立性が韓国で知られるようになったのは、 全南大学、古南学研究院のロキアサヒ教授によると、グローバル北方外交に便乗したものだ。1992年8月24日、反、中両国が国交自立、修行行事で、定立性の音楽が演奏された。冷戦が終わり脱イデオロギーが進み、中国をはじめとした社会主義国への拒否感が薄まる中、さらに2000年代に入ると、 公州出身ということもあり、中国の学生13億の大陸を揺るがした音楽家等として本格的に注目され始める。中国人観光客が急増した時期にあたり、中国人にアピールできる観光資源としての価値も大きく、成果整備事業なども進んだ。甲州市は2005年から毎年、定立性音楽祭を開き、定立性を 中国における韓流の元祖として、検証、経済効果などを見据えた中国とのフレンドリー戦略の一つとして大々的に活用するようになった。だが、詳細が不明な抗日運動家としての経歴のみを、強調、近日生に称賛された共産党員だった人物を検証することには、保守派を中心に反対する声もあり、ロキアサヒ教授は、経歴を見れば、 公衆が熱狂する理由など特にない人物と疑念を提している。ありがとうございます。